はるかはるかは西日本旅客鉄道 JR 西日本が関西国際空港のアクセス列車として米原駅、草津駅、京都駅関西空港駅間で運行している特急列車である1994年9月4日に開港した関西国際空港へのアクセス列車の一つとして運行を開始した空港連絡特急列車の意味合いで 関空特急という名称が与えられている。この使い分けの例として、新大阪駅、天王寺駅では、関西空港駅を、関空特急、京都方面駅を、特急として区別している。また、JR 時刻表の編成表にも、関空特急、電車はるかと記載されている。南海電気鉄道の空港アクセス特急。 ラピートのライバルであるが、ラピートが停車駅を拡大したのと同様、本列車群も当初の空港アクセス線業に加えて、ラッシュ時間帯に運行される列車では、停車駅を増やしたことや舞原まで延伸したこともあって、通勤特急の色合いも強くなっている。運行開始に先駆けて列車名が一般公募され、約3万5000件の応募の中から選出された。 最終的に空港アクセス列車であることから空をイメージできるものまたことである京都発議であることから日本らしさ、はんなりとといった日本的なイメージを持ったものとしてそれにふさわしい列車名を付けたと PR されたなお応募件数1位は流星315件2位は羽ばた311件3位は泉泉泉も含む 307件で寄港しており、遥かは171件であった。2016年3月26日以降の運航外境は次の通り。基本は京都関西空港間で運航され、現在30分間隔で1日60本、30往復が運航されている。ただし、関西空港行きのうち朝の3号が草津発として、9.13号が前原発として、 関西空港発の内夜間の50.54号が前原駅としてそれぞれ設定されている。列車番号は 10XXM、臨時は8060番台からで、末尾二桁は本列車群の号数、臨時は号数に7980を足すと一致している。特急、黒潮と同じく東海道、山陽新幹線の停車駅である新大阪駅には、 停車するが、東海道本線と大阪環状線とは、線路が直接つながっていないため、大阪駅は、通過扱いとして、大阪駅の北側を通る梅田貨物線を経由して、大阪環状線に乗り入れる。ただし、梅田貨物線には営業キロが設定されていないため、運賃計算上、営業キロは、東海道本線から大阪駅を経由し、 大阪環状線に入るものとして算出する。なお、大阪環状線には、運賃、料金を計算する上での特例が設けられており、大阪天皇時間は、実際には西九条駅を経由、営業キロ 11.0km しているが、営業キロに関しては、鶴橋駅経由、営業キロ 10.7km で算出することになっている。運転開始当初は、 需要動向の不透明さから一部の列車が新大阪発着とされたが実際にはその新大阪発着の列車も新大阪京都間は毎日運行する臨時列車として運行されていたため実質的に全列車が京都発着であった1996年3月16日に1往復を増発し新大阪発着の列車も京都発着に変更された 1995年には臨時列車として一往復が草津発着として運行された。2001年3月3日からユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの連絡駅である西球場駅にも一部が停車するようになったが、2010年3月13日のダイヤ改正で取りやめられ、現在は再び全列車が新大阪天皇時間は無停車となっている。 日中に運行されている列車のうち6往復については2010年3月13日のダイヤ改正で毎日運転ながら臨時列車へと変更されさらに2011年3月12日のダイヤ改正以降は繁忙期のみの臨時列車に格下げされていたがその後インバウンドによる利用が好調な背景もあり2016年3月26日のダイヤ改正から 再び定期列車かさた。京都発着の列車は、駅の西寄りにある、遥か専用の30番乗り場、設定当時は、遥か乗り場を使用している。そのため京都発の列車は、まず、佐賀野線の線路を走行し、京都貨物駅構内から貨物線を通り、桂川駅付近で、東海道本線、JR 京都線を乗り越し、向こう町駅構内で、 JR 京都線の下り外側線、列車線に入る。その後、茨城駅構内、第3出発から、再び JR 京都線の副副線を乗り越し、吹田信号場へと入り、梅田貨物線を走る。新大阪駅では全列車が3番乗り場で、客扱いを行い、福島駅からは大阪環状線の災害線を経由して、西九条駅2.3番乗り場を通過して、 大阪環状線内回りに入っていく。新今宮駅手前で、関西本線、山和寺線に転線して、同駅2番乗り場を通過し、天王寺15番乗り場、関西本線ホームから短絡線を使って、半和線に入る。ひねの駅からは、関西空港線へ入り、関西空港駅に到着する。一方、関西空港発の列車は、関西空港線から、 ひねの駅4番乗り場を経由して、半和線に入る。天王寺駅手前で短絡線から18番乗り場、関西本線ホームに入り客扱いを行う。新今間宮駅3番乗り場を通過してから、大阪環状線外回り線に転線し、西九条駅の外側から2番目の線路を通過し、福島駅まで大阪環状線災害線を通った後、梅田貨物線に至る。 新大阪駅では、朝ラッシュ時に、関西空港行きと同じく3番乗り場を使用する列車を除き、1番乗り場で客扱いをし、JR 京都線、上り外側線、列車線に転線して、京都駅まで走る。ただし、草津、前原発着の列車は上下外側線を走行して、京都駅では、前原行きは0番乗り場、草津、または、 前原発は6.7番乗り場を使用する。前原駅、彦根駅、大見八幡駅、安駅、森山駅、草津駅、石山駅、大津駅、山品駅、京都駅、高槻駅から新大阪駅、天王寺駅、泉府中駅から、ひねの駅、関西空港駅。運行開始当初から当列車専用で、申請した281系電車が使用されており、6両、 または給料編成で運行されている。ただし給料編成は6両基本編成と3両付属編成を並結したもので、両編成間の通り抜けはできない。当初、卓脚機は予備の中間車を挿入して7両、または8両で運行されていたが、輸送実績が好調なため、1995年に中間車を増備して6両編成化され、 同時に三両の付属編成も三本増備している。グリーン車は一号車、自由席は基本的に四から六号車であるが、列車により増減がある、下記参照。京都関西空港間の所要時間は、日中は上下列車ともに八十分である。一方で、朝と夕方から夜間にかけては、ラッシュ時の運転であることや、新大阪駅、天王寺駅以外にも停車するため、 一部は所要時間が85から90分程度に伸び、このうち特に平日の7号は所要時間が100分と最長である。逆に、土休日の9号は同区間を最短の75分で運転している。いずれも2018年3月大夜改正時点。ただ、梅田貨物線には単線区間が存在し、西九条駅で大阪環状線、桜島線、 JR 夢崎線の列車との競合が発生するなど多線区にわたり運行されているためダイヤが乱れることも多い。1995年には毎日運転の臨時列車として一往復が草津駅まで延長された途中大津駅の未停車。当時は美琶湖線沿線から関西国際空港のアクセスの強化が注目的でありホームライナー的な要素は薄かったが 1999年12月に定期列車化されるまで延長運行が行われた。さらに2003年6月1日からは、前原発着列車がに往復設定されている。琵琶湖ライナーが廃止されて、琵琶湖エクスプレス化されたのと同じように、琵琶湖線の通勤客の特急利用の需要を取り込むためであったが、前原駅は京都駅から前原方面に運行する子により、 同駅を終着駅とする、佐賀の線のダイヤに余裕を持たせることができた。運行開始当初の1995年度の日ねの、関西空港間の1日平均乗車数は4764人で、翌1996年度をピークに減少し、重症急性高級気症候群の発症が確認された2003年度から増加、2006年度からまた減少したものの、 2014年以降は、いわゆるインバウンドの利用が好調であると報じられている。京都関西空港間は B 特急料金で利用できるが、山品駅等東の琵琶湖線内での乗降では A 特急料金が適用される。運転開始当初、ひねの関西空港間は A 特急料金が適用されていたが、2013年、平成25年3月16日より、 B 特急料金の適用範囲が同区間にも拡大された。はるかで使用できる特別企画乗車券、特特、切符として、はるか往復割引切符や J、ウエストカード利用者向けのチケットレス特急券がある。インバウンドによる法日外国人の利用増加を受けて、2014年12月1日より JR 西日本としては初めて、 列車内無料講習無線 LAN サービスの提供を開始した。SSID は JR ウエストフリー Wi-Fi でログイン画面、日本語、英語、中国語、韓国語にゲストコードを入力することで無料で接続できる。ゲストコードは訪日前に事前に取得しておくか、京都駅ビル、大阪ステーションシティ、天王寺美代のインフォメーション。 関西空港第一ターミナルビル1階のインフォメーションでも取得が可能。京都駅には地下に関西国際空港のチェックイン機能を持つ京都シティアターミナル京都 CAT が設けられ、隣接する改札口を利用し、専用のはるか乗り場として利用客を誘導していた。京都 CAT では国際線の航空券を持つ乗客の機内預け、手荷物を空港へ別荘するため、 ホームへの荷物の搬送コンベアを設置していたが、アメリカ同時多発テロ事件以降、アメリカ合衆国が空港以外での手荷物検査を認めなくなったことなどで、京都 CAT が閉鎖されたことに伴い、荷物扱いを廃止している。また、はるかレール号楽学サービスとして、関西空港駅から京都市内の会社やホテルなどへ荷物輸送も行っていた。 関西国際空港にあるホテル日光関西空港では開業5周年を記念して、遥かの車内で結婚式を挙行した後、ホテル日光関西空港で披露宴を行う婚礼挙式プラン、遥かで g o l o を企画し、JR 西日本では遥かのグリーン車1両と普通車指定席1両を貸切扱いとして用意し、天王寺駅からグリーン車で結婚式を行い、 関西空港駅到着までに立ち会人の元結婚証明書のサインや指の交換、記念撮影などを行うものであった。この企画は2000年11月1日から2001年3月16日まで行われ、対象の列車は23号31号41号であった。2019年6月21日、近年の訪日外国人旅行者の増加に対応するため、 付属編成3両編成6本を増備し、2020年春を、目処に、遥かを、全列車給料編成化する予定が発表された。増備される付属編成は、従来の2 8 1系ではなく、オフセット衝突対策、衝撃吸収構造を強化し、車内サービスを充実させた、新形式2 7 1系となることが、明らかになっている。また、 2024年度以降に281系を新形式に置き換える計画があることが明らかになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。